ねえねえ、タガト君、これなんか似合うんじゃないかな。その服は機動性に問題があります。いや、その着物も割と動きづらいと思うけど。この服は戦闘用にカスタマイズされております。デザイン決めたのは？タカト様のお母様です。ああ、すっごく納得した。私はこちらの衣装の方がよろしいかと。いや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 、なんでそんな服を置いてるんだよ。そういうのも似合いそうだよね。かっこいいな。意外と高評価だな。みやびちゃんはいろんな服が似合って羨ましいな。あかね様には可愛らしい服など合うと思いますが。そうだな、下着のサイズで困るからって服まで制限するのはもったいないぞ。え、そんなことに困ってないもん。ま、何を着たって様にはなるだろうってことさ。全然繋がってないんじゃないかな。とりあえず今日は普通の服だけにしておくか。だいぶ暑くなってきたし、もうシャツとズボンでいいんじゃないか。それじゃあタカト君の買い物だよ。しかもとっても手抜き。タカト様に選んでいただけるなら、私はそれで構いません。俺任せって言っても、本当に女物の服はわからないからな。アカネ任せだと趣味に走りすぎるし。そんなことない。今までの時間を振り返ってみろって。とりあえずアカネ、サイズに合うやつを何着か適当に。あとはもう本当シャツくらいでいいから頼む。分かったよ。みやびちゃんもそれでいいかな。一つだけお願いがあります。この店内にない服なのですが。あ、変わった服でも欲しいのか。あかね様と同じ学園の制服があれば、より高人様の近くでお守りできます。学園の中にも来る気か。より迅速な対応をする必要がありますので、今日のようなことがあっては遅すぎます。いやいや、十分間に合ったんだから。そんな、いえ、高人様を危険にさらしたということは、本来ならスクラップ覚悟の失態です。そこまでか。それなら大丈夫。学園で売ってるから明日買おっか。俺は女物の制服なんて買えないぞ。
のジャージとか部活動のユニフォームとか。まあ制服以外でも学園指定なら割と自由だしな。自由にさせといてサボる人には容赦ないからな。ある意味厳しいのか。うん、大変だけど私は好きかな。俺も気に入ってるな。とりあえず指定服ありゃ入る分には問題はないか。万事解決だね。そうですか、安心しました。いやいや、重要な問題が残っている。結局女性用が必要になるってことは変わりないんだからな。そういえばそうだったね。お任せください。高人様にはお手数をかけさせません。どういうことだ。もちろん私服、ましてや着物なんてアウトだからな。残念です。和の心を重んじる部活動があると聞きましたので。黙ってたら剣道部とか言い張る気だったのか。さすがは高人様、ご明察です。嬉しくない当たりだな。さすがに見た目的に無理だから。けどさ、私みやびちゃんの制服姿見てみたいな。おお、そうか。じゃあ学園で注文するの茜に頼む。うん、任せておいて。茜様、よろしくお願いいたします。間違って自分のサイズで買うなよ。大丈夫だよ、いざとなったらフリーサイズで。そんなのあったのかよ。さてと、ともあれ服の方はこれで解決だな。そうだね、次は。次は下着の選別ですね。高人様、引き続きお願いいたします。できるか。高人くん、声大きいよ。なんか、そうだった。視線が痛い。とにかくこのまま下着コーナーはダメだ。ちょっと離れたところで待ってるよ。うん、その方が良さそうだね。そうですか、残念です。高人様のお好みの下着なら確保の必要があったのですが。ないないないからな、そんな必要。確認しなくていいだろう。真っ赤になるくらいなら聞くなよ。もういいから行ってこい。俺あっちで休んでるよ。はーい、それじゃあみやびちゃん行こう。すぐに選んで戻ります。はあ、くそ、
衆のやつ一人で逃げやがって。で、考えるな。衆の買い物に付き合った方が良かったな。あら、恋人さんたちを放っておいていいのかしら。違うって。あら、ごめんなさい。それなら遠慮しなくていいのかしら。いや、何を遠慮されるのか心当たりが全くないから。一人の男の子に声をかけるなんて勇気のいることなのよ。そりゃ光栄なのかな。そう思ってくれるなら私も嬉しいわね。結局何の用件かな。不審人物で怪しまれてたなら、俺はごめんなさいと言うしかないけど。せっかちなのは男の魅力を下げるわよ。そうね、今日のところは挨拶かしら。挨拶ね。はじめまして。ええ、はじめまして。それからさようなら、また会いましょう。さよなら。何だったんだ。タカトがナンパしてたんじゃないのかい。シュウじゃあるまいし、そんなことするかよっていつの間に。可愛い女の子が勇気を振り絞ってタカトに声をかけてたところからかな。ほぼ最初からじゃないか。けど声が届いたのは途中からだよ。ほとんど変わらないだろう。というか見てただけでも俺がナンパしてないってくらいわかるよな。じゃあ逆なんかな。お前はなんでそっち方面にしか行かないんだよ。友人として心配することがそんなに不思議かい。逆なんの何を心配されなきゃならないんだ。思春期だから。お互い暗黒の時代は乗り越えただろう。悪い女性に騙されてないかなって感じさ。タカトも意外と女の子の人気高いんだよ。そうなのか。先生の評判もいいよ。気絶するくらい集中して授業を受けてくれるってさ。さすがにそこまでいかないからな。話を戻すけど、タカトの場合いつもアカネちゃんと一緒だしね。そうそう話しかけられないみたいだよ。マジかよ。ああ、けど考えてみれば、でもお前も割と一緒じゃないか。だから自分から声かけていかなきゃ。ま、ナンパ野郎でもいいやつだしな。ナンパ野郎だけど。出てる出てる。
心の声が口から出てるよ。よく心の声って分かったな。伊達に付き合いが長くないよ。ってこういうことで確認したくはなかったな。贅沢言うなよ。で、茜か？タカトのハードルが上がるのも仕方ないだろうね。たったいま、買い物終わったよ。って、あれ？どうかしたの？そうだな、お前が悪い。お前のせいで俺はこう、なんだ？つまりそういうことだ。すまん、俺が悪かった。ただの八つ当たりだから気にしないでくれ。そうなんだ、よかった。今のはタカトが悪いけど、話を振っちゃった僕も同罪かな。くっそ、そう言われると。大丈夫です、タカト様。次からはどのような八つ咲きでも私が受け止めます。八つ当たりだからあと受け止めなくていい。そうだよね、タカト君優しいもんね。時々とっても不愛想でぶっきらぼうな時あるけど。そういうフォローはいいから。はい、よく存じております。いつの間にだよ。ところで買い物は終わったのかな。うん、いろいろ買ったから楽しみにするといいよ。はい、タカト様にお見せする時が待ち遠しいです。おい、あんまり変なものとか買ってないだろうな。大丈夫です、アカネ様にも確認していただいております。バッチリだよ。まあいいか、そこまで変なのは売ってないだろうし。どういう意味よ。まあまあ、タカトもきっと照れてるんだよ。お任せください、アカネ様の選択は決して無駄にはしません。お前たち一体何を買った？着る時までの秘密だよ。ねえ。はい、申し訳ございませんが、その時までお待ちください。あまり変じゃなきゃいいけど。服の方は僕も楽しみにさせてもらうよ。で、こっちの買い物だけど、梱包と輸送は頼んでおいたよ。最近の保存食ってすごいんだね。インスタントの満漢全席とかあったよ。お前こそ何を買った？最悪一月は籠城できる備えかな。最悪想定しすぎだろう。籠城中に満漢全席とかどこの皇帝だよ。
ともあれ、あとは雑貨物を買っておくくらいかな。そうだね、歯ブラシとかお箸とかだね。ああ、細かいのもあったか。って必要か？はい、人体と同じく食事や睡眠は必要です。一般的な人体より無理は効きますが。そうか、じゃあ買っておく必要はあるな。あ、けど無理させるつもりはないからな。はい、お気遣いいただきありがとうございます。それにしても荷物が多いな。一回置いてくるか。わかりました、お手伝いさせていただきます。あ、サンキュー。あ、いや待て、みやびちゃんのお買い物なのに帰っちゃダメだよ。あ、いやずっと休んでいたし、手間のかかることはやっておこうと思ったんだが。それじゃ僕たちは喫茶店にでも入って休憩させてもらうよ。ちょうどいいかもね。聞いた感じだとタカトまだみやびちゃんとあんまり話せてないでしょ。ああそういえばそうだな。今朝からずっとバタバタしちゃってたしね。悪いな、アカネ。ずっと巻き込んで。ご迷惑をおかけしています。そんなことないよ。みやびちゃんに聞きたいこといっぱいあるよね。ああ、まあそれなりにはかな。タカト様のご質問ならどのような内容でも喜んでお答えいたします。と言っても知ってる範疇は限られているんだよな。僕やアカネちゃんがいたら聞きづらいことだってきっとあるだろうしね。そうだよね、タカト君だって男の子だもんね。聞きたいことあるよね。どんな質問すると思ってるんだよ。意外と急に話すと言っても話題に困るもんだよな。申し訳ありません。私からスムーズに話題が提供できればよかったのですが。そりゃ雅のせいじゃないだろう。それにできる話でも面白そうなことはあるしな。親父たちが作ったって言うけど、実際どこまで関わってたんだ？はい、基本設計とナノマシン技術、生体培養、メンタルの基礎、最終調整などです。あれ、意外と関わってるな。関わってない部分を聞いた方が早い気がしてきた。はい、ナノマシン制御のコア部位と生体の
遺伝子情報程度でしょうか。ほとんど材料周りだけかよ。それじゃあこう言い方悪いけど、材料が揃えばいくらでも作れるんじゃないか。はい、時間、労力、コストを考慮しなければ理論上可能かと。しかし材料が揃うことは困難です。材料わかるのか。いえ、内容そのものはわかりません。ですがコア部位の数は限られているだけと私の記憶に残っています。そっか、少し安心できた。私自身のことでよろしければまだまだいくらでもお答えできます。あ、こう言うとなんだけど、俺から見たらオーバーテクノロジーの塊だ。いくらでも聞きたいくらいだぜ。わかりました。私の体の隅々まで、心ゆくまで堪能していただければ幸いです。言い回し狙ってないか。タカト様が私の体に興味を持っていただける、これ以上の喜びを私はまだ知りません。ああ、オーケー、落ち着け。つまり俺の言い方が悪かったわけだな。今度から気をつけるよ。私には何も問題ありませんが。俺の世間体に問題があるの？こんな昼間から逆られたらかなわんわ。ほんま、誰だ。わしわしわしだよ、わし。いやいやいや、本当に誰だよ。鳥型のペットロボのようです。かなりカスタマイズされた形跡があります。嬢ちゃん分かっとるやんけ。そういう嬢ちゃんもええもん持ってんで。ありがとうございます。この体はナノマシンの一粒まで高人様のための特注品です。はあ、最近の若いメカは羨ましいの。わしもまた暑い夜を重ねれる伴侶が欲しいわ。ごめん、そろそろツッコミどころ減らしてくれ、マジで。わしもまだまだ埋めるで。なんぼでも卵埋めるんやで。何のアピールだよ。というかメスだったのか。ペットロボに性別なんてあるわけないやろ。自分むちゃいいんだや、かなんな。お前みたいなペットだけは絶対飼いたくないな。ですが大切な方と熱い夜を過ごしたい気持ちはわかります。ああ、いたたまれない。あっと、すまんすまん。あんちゃんがおもろいからわしもついついボケてもうたわ。絶対に素でやっただろう。何かご用件があったのでしょうか。おう、わしもいつもはキュートな置物なんやけどな。旧館長刀だけに